たしました。金太郎のキラキラワクワクドキドキ生放送。いやー今日ね相当も暑かったよな、なんかね。暑かったですよね。はい。脱いでこようかなと思ったんだけどね。いや本当ですよね。誰かお一人はもうすでに脱いでらっしゃる方がね、いらっしゃるんですけれどもね。はい。そうですよね。はい。まあこの会場の中も暑いですよね。暑いな、また暑い、暑い方みんな集まってですね。もう本当ですね。はい。ワクワクドキドキね。最後どうなっちゃうんだろう。ギラ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 になってもうギラギラになってますね。はい。ということでね、この番組を始めましたのが今から5年前、あるテレビ局で世界中の子どもとか少年にですね、自分の親そして国に対してどれぐらいの夢を持ってるかというアンケートを取ったんですよ。でなんと、はい、なんとなんと日本はですね 28% でもう一番低かったんですよ。で私たちのちっちゃい時はもうね、あの果物屋さんになりたい、八百屋さん、あるいは電車好きだったら電車の運転手になりたいとか、バスの運転手、靴屋さんになりたいとか、みんな夢持ってたんですよ、うん、ないんですよ。逆になんか豊かになりすぎてね、はい、みんながね何もしなくてもいいからって、うん、悪いんじゃないかなって。ただアジアとかね、あのアフリカ行くと皆さんがね、子供たちね、はい、戦争起こっててもギラギラ生きるためにギラギラしてるんです。目がねキラキラしてますよね。目もないんですよ、うん、もう死んでる、うん、だからね、そのなんかヒントになればいいなっていうのが始めたのこれなんですね。私がやっぱりもう15年前に六本木とか、あそこで六本木の街、あるいはあなんかでですね、オリコンの小池社、あるいは六本木の商店街とか応援してもらって、ガーズコレクションの前身やってたんですよ、ファッションライブって。それからもう2000人ぐらいぎゅうぎゅう汗が並んでましたから、いろんな方に通ってもらったんですよ、はい、トップの方に、うん、それをちょっときっかけになればいいなっていうんで、出てもらえば人生、今から出る方皆さんね、人生波乱万丈あります。それがね、そして今があります、輝いてます。波乱万丈がね、皆さん人生を輝いてくれますよ。そうですよね、はい、楽したためなんですね、うん、でそれを僕も波乱万丈だったんです。それをね、皆さんからちょっとヒントをもらえば、なんか生きるヒントになったり、あるいは輝くヒントになるんじゃないかなと思っての始めたのこの番組なんですね。ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、皆さんこんばんは、アンジーです。私はですね、一瞬で皆さんの夢、そして皆さんの希望、そういったものを後押しをする、誕生日とコーチングを兼ねて皆さんの人生を変えているライフチェンジコーチ、歩くしゃべるヒーリングスポットと自分で言っています。今日もよろしくお願いいたします。いや、なんか進化しましたね。進化するんですよ、毎回毎回進化バージョンですよ。一つ増えてますね。そうなんです、そうなんです、はい、ね、うん、やっぱりね、うん、常に成長なので。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい、本来はあの私、絵を描く人間でしてアーティストなんですが、平面の世界だけではなく、ちょっとあの言葉というトークという表現で本日参加させていただきまして、実は昨晩初めて MC でお声をかけてさせていただきました。ちょっとただたしかったら申し訳ございません。この笑顔でお許しくださいませ。みちこと申します、よろしくお願いします。あのね、宇宙の絵を描くんですよ。宇宙から降りてきて宇宙人の、いやー素敵なんですよ、なかなかいない、うん、こう見えて宇宙人ですから、どんどん本性発揮しますからね。ということで今からね参加しますけど、よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。はい、こんばんは、ウィブセラピストとして活動しております安藤芳恵と申します。ウィブのサイト構築とか、それから技術指導を行っております。よろしくお願いいたします。あれ、なんか人足らなかったですね。今日はキラキラガールでしょ、はい、うん、ガールって言われるんですから、はい、おばちゃんって言われるんですよ、ガールですから。もう一回最初から、はい、います、はい、はい、今日はですね、キラキラガールズの安藤芳恵と申します。よろしくお願いいたします。はい、ということでよろしくお願いします。よし、よろしくね、はい、はい、皆さんこんにちは、今日からですねキラキラガールズの隊長として任命をされましたので就任いたしました若宮ゆきと申します。前回あの東京ガールズフェスタのコーナーで出演させていただきまして、まあ、露出が効いたのか収入させていただきましたのでこれからも露出で盛り上げたいと思います。よろしくお願いします。いいですね、うん、もう暑いですから、もう脱いでるから、もうすごい脱ぎたい。はい、はい、あなたの恋の悩み解決いたします。恋愛アドバイザーのアーンこと桜田陽馬です。よろしくお願いいたします。声優としても頑張っております。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。ということですね、今日はこのメンバーで来ますから、ちょっとね面白いでしょ、ユニークですから、どんどん思考変えてますからね。もう前の奥様たちもわは笑ってますから、これがいいんです。世界に夢と希望と笑いをね提供してますから、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、じゃあお願いしますね。はい、
では一番最初のゲスト の, あのお客様をお呼びさせていただきます。幸せホルモン分布型、村くんと夢のダイエットの考案者であります若返りの伝道師、申し訳ございません、高田浩一先生、よろしくお願いします。どうぞ。はい、どうぞ。はい、今日はありがとうございます。本当に忙しい中ですね、もう走り回ってらっしゃいます、はい、どうぞどうぞ。スタイルがいいでしょ皆さんね。どうぞ、後でねそのコツがありますけど、どうぞお世話になってください、はい、いや今日はね本当に前回もうちにあの遊び見えたんですよ。もうその時お話聞いたら、いや素晴らしいなと思いましてですね、こういう体型じゃなかったんですね。もうそれもまたその秘密もお話しあります。これはねもう簡単にできるみたいなんですよ。その辺も含めてですね聞いてきます質問ですから、はい、よろしくお願いします。はい、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 ということで、あの早速ですけども、はい、あのちっちゃい時ってどうだったんですか、夢は。まあ、これマイクを、はい、すいません、はい、慣れないもんですから、はいはいはい、結構、まあ、真面目って言いますか、はいはい、別に取り立てて特徴があったわけではありませんですが、はいはい、で、あの母一人子一人で、はい、で、あのまあ、私は父親の子は知らないんですね。あ、なるほどね。出戻りで、はい、母が、はい、戻った家はですね、はい、もう11人の兄弟で、あ、すごくいいんですよ、はい、大家族だったもんですから、はいはいはい、まあ、そこで、はい、まあ、結構あの大事には育てられたんじゃないかなと思いますけれども、はいはいはい、まあ、とにかく母親が複雑だったですから、はい、まあ、母になんかあんまり心配させないようにというのが、はい、まあ、私の普段。あ、はい、なるほどですね、はい、あ、だから顔見て優しい顔されてますよね。あ、だから、あ、それがあるんですね。じゃあ それ人生ずっと続いてきてらっしゃる。そうです ね、今振り返ってみればそうです ね。ただその母親も67歳で亡くなりまして、あ、なるほどね。この6月に私が67になるんです。あ、はいはいはい。あ、ですからそんなこともあって今やっぱりもっと親孝行しておけばよかったなと。あ、なるほどですね。すごくあの反省しておりまして、はいはい、はい、いや67歳見えないですよ、若いですよね。拍手ですよ、ね、もうね、うんって言って拍手でね、公開生放送で皆さんね、うん、公開生放送ですからね。ということで、あ、そうなんですか、はい、それでちっちゃい時そういう時っていうとあれですね、あの兄弟も多いし、そしてなんかあの遊んだりとか なんかこう夢とか、もう昔はあの、はい、土佐回りのあの、はい、役者あの、ま、劇、はい、劇ありましたよね、はい、ありましたね。だからあのチャンバラとか、はい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 、そういうのが憧れてました。いとこが多かったもんですから、はいはいはい、チャンバラなんかやってましたですね。ああ、子供は遊んでました、はいはい、僕たち遊んでましたよね。あとはあの、うん、爆竹で、あ、爆竹ね、はい、まありましたね。そういうのをこういたずらしたり、はいはい、チャンバラとかね、なんか、はい、あ、そういうのかくれんぼもありました、いろいろありましたよ ね、はいはい、水遊びとかね、はいはい、遊んだりしてましたね。それで学生になる頃なんかまたその時は何かありましたか、学生の、まあ、あの水が好きで、はい、あの、まあ、もっと小さい時ですが、はい、あの家の前 あの川に溺れたり、それから溺れたりそれから餅つきの時の正月 の、はいはい、あの熱い煮えたぎったお湯にですね、はい、右足を突っ込んで大やけどをしたり、なんで突っ込む、なんかいや分かんないですよ、ね、あ、じゃあやんちゃだったんじゃないですか、ちょっと、まあ、そうなんでしょうか、はいはいはい、あ、なるほど、そういうのがいろいろあったわけですね、はいはい、でこう高校とか大学行く時にはなんかこうまた変わりました、なんかスポーツとかなんかいろいろ。特にもう走るのこんなでかい体なんですが、はい、いつもビリなんですよ。え、なんか速そう見えますよね。いや、今は速いでしょ。あ、今速い、今は速いですが、前もっと太ってたんですか、じゃあその頃も。そうじゃないんでしょ、あの、まあ、背は高くてはそんなに太ってはなかったと思うんですが、はい、あの中学ぐらいまでは、はい、はいはいはい、で、あの高校の時にあの、はい、そうですね、ちょっとあの友達が陸上やったもんですから、はいはい、まあ、ちょっと遊びで、はい、あの一緒にこう走ってもらったり、はいはいはい、っていうのはありましたけど、はい、まあ、そんなにあの運動神経が良かった方でもないんで、はいはい、何もできなかったですね。恥ずかしいんですが、いやでも運動神経って、あの陸上って言うとなんか走るのが早いとないと入らないと大変じゃないですかね、まあ、そうなんでしょうけど、うん、いやいや入っちゃったんですよ、はい、なるほどですね、遊びです、遊び、遊びで、はい、あ、遊び入るのありますよね、仲間がいるから、はい、じゃあ入ろうかってありますよね、はい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 、あ、それから今度は大学に行って今度は会社に行かれるんでしょ、はい、どういう会社に行かれたんですか。あの
損害保険で AIU という外資系の損害保険、はい、でそこであの社員の教育とか代理店さんの教育を、はいはい、それからあとマーケットの企画開発とか、はい、そういうのをやっておりました。あの保険会社一番重要じゃないですか。そういうマーケティングもそうし、そう、ね、はいはい、ね、お客さんの開発一番重要ですよね、はいはい、ね、それをやられたらすごいじゃないですかね。31年やってまいりまして、その間に、はいはい、あの1800人ぐらい 社員がいたんですが、はい、まあ、最優秀社長賞もいただきました。拍手、はい、すごいですね。 AIU というとね、じゃあ外資系の保険で最初に入ってきたんですか。そうでもないですか。あのですよね、はい、一番最初に入ったのが AIU ですよね、損保でね、はい、あそこでね外資系で一番のやつは大変なもんですよね。いいえ、はいはいはい、資金もたくさんありますよね、はい、もう聞いております。私と友人たちに、ああもうそうそう、不動産でもないろんな会社全部絡んでますよ。そうですよね、はい、ああなるほどですね、そこでやっぱり保険会社大変なことなんかありました。体験でなんかこういうのがあったなって、いいことと悪いことなんかありましたか。まあ、保険会社ではその、はい、まあまあまあそこそこ順風満帆というか、はいはいはい、それを辞めてからが結構大変。辞めてから、ね、はい、辞めて何歳の頃辞められたんですか。はい、55歳で、55歳で、まあ、一応早期退職ということで、はい、早期退職、はい、なんか早期退職なんかあったんですか。それは、はい、別にあのこれで辞めたわけじゃありませんので、これで、あ、なるほど、出ましたね。なんか真面目かなと思ったら、なんか真面目と思ったらちょっと違いますね。はい、はい、人間なのやっぱり人間ですね。真面目な方だなと思ったから話しやすくなりました。はい、31年間、はい、あのずっと一つ の, あの損害保険の、はい、仕事しか知らなかったもんですから、はい、やはりもう少し、はい、あの世の中の人の役に立つ仕事をしたいということで、はい、実はあの節約の仕事を始めたんですね。節約、はい、珍しいですね、なかなかないです。なんで節約って思ったんですか。当時はまだあの電気ガス水道とか の,、はい、あの契約の見直しで、はい、節約する方法があったんですね、はいはい、でところが、まあ、それで一応あの独立をしたんですが、はいはい、あのやっぱり大会社はですね、はい、あのね、東電とか、はいはいはい、東京ガス、はいはい、やっぱり締め付けに来るわけですね。あ、なるほど。そんな節約されたら困るので、困るわけですよね。はいはい、あのだんだんあの難しくなりまして、だんだん、はい、最初は良かったわけですね。じゃあ、はい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 、でまあ、 あの一応ですね、はい、あのある時私あの、自分が損害保険の社員でありながら、はい、あの生命保険が、はい、のこと全然分かってなくて、あ、生命保険損害、あ、全然違うわけです。全然違うんです。方式違うんですか。あの兄弟会社で、はい、まあ、あのアリコとか ありますね、あったんですが、アリコ入ってました僕も。自分が入ってた保険が、まあ、一番いいと思ったんですね、はい、ところが、はい、その独立をしてからですね、はい、いやこんなに落とし穴がいっぱいあるっていうのを初めて知りまして。どういう落とし穴ですか。保証が実は思ったほどされないという。で外資系って日本の保険よりも、いやいや外資系だけじゃなくて、日本、日本の保険会社全部です。どうというと差し障りがあるか分からない。 いいんですよ、この番組は本音トークで、はい、もう政府が何て言うとも、はい、バンバン言うってことは大丈夫ですから、そういう落とし穴と、あとはあの保険料が高いんですね、はいはい、あのやはり日本の保険会社を潰せないですから、はいはいはい、ですから外資系の保険会社も高くなってる。なるほど。で外資系の保険会社が安く見えますけれども、はい、実は保証は半分にしてるとか、はい、まあ、そういういろいろこう裏事情がいっぱいありまして。分かった、見直そう僕もじゃあいやーなるほどですね、はいはい、でそれで、まあ、はい、そういうことをメインに、はい、あのもう電気がダメなんで、あ、この保険の、はい、あ、今なんかそれがブームになってきてますよね。なんかいろいろ見直すっていうのが会社 で、はい、ね、前なかったでしょ、あれは、はいはい、今ありましたそういう会社がね、まあ、ただやっぱりあの、はい、やっぱりちゃんと調べて、はい、ちゃんと分かってる人に相談しないと、結局自分の会社の売りたいものを売るっていうのが、まあ、世の中の、なるほどですね、はい、あーなおすね、中にどっぷり使ってる人とか分かるわけですね、はいはい、なるほど、そのための仕掛けなんですね、あれ ね、 そうですね、はいはい、これ本音ですから、本音トークですからね、はい、皆さん全国の皆さん世界中の皆さん、なるほどですね、あ、それから何かあったんですか、それから、はい、で、あの一応、まあ、6年間は、まあ、順風満帆に、はい、あの仕事もできまして、はい、喜んでいただくお客様が随分増えて、はい、よかったなと、はい、でしばらくして、まあ、私はあのピアノをこの年で始めたもんですから、はい、そのピアノの先生の大先生が、
ドイツから来るっていうんで、はい、大阪にその音楽会を聞きに行ったんですよ、はい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 、そしたらですね、はい、まあ、一部が終わって、はい、休憩があって、はい、で2部が始まったら、はい、7、8分してですね、はい、もうとんでもないめまいで、はい、ひっくり返りまして、はい、で救急車で運ばれて、生まれて初めて、はいはい、救急車で入院しました、はい、それ何だったんですかそれは。まあその時は本当にもう頭の病気かなんかと思って、はい、もうすんごい不安だったんですけども、はい、まあ、結局ですね審査、はい、検査をすると、はい、メニエル病という病気で。メニエル病ってどういう病気なんですかね。三半規管の病気ですね。あ、めまいがしたりするんですね、はいはい、でそれで、まあ、はい、とりあえずは命に、まあ、別状はないというんで、はいはい、1ヶ月、はい、まあ、メニエル病の薬を飲んで、はい、まあ、一応は治ったんですね、めまいが、はいはいはい、ところが、はい、その薬の副作用で、はい、実はうつ病になってしまいました。あ、薬ですね、はい、そう、この前ね、薬の勉強の、お医者さんくれ薬が全部いいってわけじゃないんですよね。あ、そうなんですか、はい、すごいですね。でそれでうつとそうなったら、そこからなんかもう人生変わっちゃいましたね。じゃあね、もう全く変わりましたですね。もうほとんど家も出れなくなって、はい、会議なんかあっても、もう会議に出るとですね、はい、頭が痛くなって、はい、でもうどん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 引きこもりで、はい、でまあ、妻ともなんか妻の介護、はい、母親の介護で、はいはい、別居が始まって、はい、で結局離婚ということになってしまったり。あ、じゃあ大変な体験されたんですね。あ、はい、あ、そうですね。あ、なるほど。じゃあそういうのがあると、またさらになんかこのお家をかけてなんかあるんじゃないですか、会社とか体とか変化が。まあそうですね、それでもう、はい、太り始めてきたんですよ、はい、で ある時気がついたらですね、はい、腕立てをちょっとやってみたら、はい、まあ、10回か20回ぐらいできると思ったんですが、はいはい、もう2回でもうカエルがベチャーみたいな感じで、でそっからですね、はい、あ、これはいかんなと思って、はい、自分でそのまあそんな体ですから、はい、いきなりスクワットとかやると、はい、膝を痛めますので、はいはいはい、まあ、自分でそのある運動をですね、はい、考えたんです、はい、で自分で、はいはいはい、それが今7分の、はい、もう全部で朝1回1日7分だけ、はい、運動して、はい、あとはまあ、なんて言いますか、味わう、はい、食べ方、食事、はい、何がダメとか何がいいとかじゃなくて、はい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 、普通の、はい、お食事をですね、はい、よく味わいながら食べると、あ、美味しいっていう、美味しいなっていうことですね、はいはい、そうです、はい、であと感謝ですね、そうですね、感謝しながらね、はい、そうです。あ、でその7分の運動とその食べ方で、はい、実は1年で13キロ痩せまして、すごいですね、はい、拍手です、はい、ありがとうございます。今なんかメタボ用のいろいろあるけど、薬もなんか、ね、食品あるけど、はい、あんないらない、何もいらないです。すごいですね。そういうのに騙されないでほしいんですね、僕は、はい、皆さん本当自分の体は、はい、もともとみんな元気で健康なだったわけですよ、はい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 、それがちょっとずつね、はい、生活習慣が悪くなって、はい、太ったり、はい、病気を持ったりするわけで、もともとの自分、健康な自分に戻っていただきたいんです。なるほどですね。それを私はね、お伝えしたい。いや、拍手ですね、これね。いやーすごいですね、はい、いやだからね、みんなコマーシャルの惑わされてるんですよね。そうですね、帰って悪く体をしちゃいますよね、はい、悪くね、はい、あ、それでそれはどういう感じのやつなんですか、そう簡単に。本当にちょっとなんかここでやっても、今時間が、はいはい、あと何分ですかね、時間あと3分か4分ですか。ちょっと皆さんね、はい、3分ですか、ちょっと立っていただいて、立ってもらって、はい、ちょっと、はい、ぜひ、はい、だから寒いですよね、本当は、ね、はい、ありがとうございます、はいはい、まあ、本当は新聞があるといいんですけどね、新聞、はい、ちょっと今日準備する時間がなかったんで、はい、で、まあ、新聞を持ったつもりでですね、はいはい、で、貧乏ゆすりって皆さん分かりますよね、はい、分かります。貧乏ゆすりをちょっと今ブラーンとした感じで、はいはい、貧乏ゆすりやってください。頭を揺らさずに、膝だけ、膝だけ貧乏ゆすりするんです、膝だけね、はい、でこれをですね、大体朝2分ぐらいから僕は始めました。はい、はい、じゃあ違う、はい、じゃあ向こうに持たせますか、はい、あ、違う違う、ここ、あ、それ持ってください。で、2分ぐらいから始めて、はい、まあ、一応、やりますか、はい、はい、お願いします。貧乏ゆすりやってます、はい、でこの時に実は皆さんですね、はい、何回やったっていう回数を数えますよね、はい、で10回20回30回40回って回数を数えますよね、はいはいはい、それをですね、はい、普通に数えるともうこんがらがるんですよ、はいはい、まあ、100回も200回もやると、はいはいはい、
でこんな運動ですからすぐ簡単に100から200になっちゃうんですけど、実はその時にありがとうございます10回できるんです。ありがとうございますを言いながらですね、ありがとうございます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 のシャワーを自分の体に浴びせるんですよ。そうすると体全体が元気になってきます。感謝の体になるんです。すごいですね皆さん。いやー、これ素晴らしい。それは朝やるだけでいいんですか？それだけで、それからまあどんどん広げていくんですが、まあもしできましたらそれはじゃあ私 のセミナーやっておりますので、よろしければ。はい、どうぞ。いやすごいですね。これで貧乏ゆすりみたいなですね、いいって言いますもんね、あれね、はい、科学的にも貧乏ゆすりがいいっていうのは、はい、イギリスの大学、はい、で、はい、研究されて一応、はい、論文も出されてます、はいはい、あ、見たことありました、はい、ということで何か告知を何かお願いします、はい、なんか今度セミナーかなんか、はい、皆さんの手元にねこれ来てると思いますけど、はい、見てください、これに、はい、後でお渡しできると思いますが、はいはい、実は私ですね、ここにまあ書いてあることがですね、はい、まあ、今熊本の大震災、はい、大変ですよね、はい、で被災の時、はい、火災とか圧死、はい、建物壊れて、はい、亡くなる方多いんですが、はい、実はですね統計的にいくと、はい、避難所生活が始まってからが大変なんですよ、はい、で大体死者の3割は避難所生活が始まってからです、はい、で私はですねそういう人たちに本当の意味でハードのケアだけじゃなくて、はい、その、いわゆるその、はい、避難所生活で病気にならないように、はい、そういうその、ことを、はい、本当はやりたいんですが、ぴったりですよね今のね聞いたら、はい、もう7分だからいつでもどこでもできますから。あれ車の入ってて倒れたりとか、はい、いっぱいいらっしゃいますよね、はい、動けないからって、はい、エコノミー症候群って怖いですからね、それがこういう運動だけでですね、はい、実はカバーできるんです。あ、素晴らしい、はい、皆さんのですね、はい、お知り合いで、はい、熊本、の方いらっしゃいましたら、はい、あるいはもう役所、はい、なかなか動いてくれないんですよ。ですからそういう、はい、地元の方いらっしゃいましたらぜひご紹介いただいて、はい、私も何かお役に立ちたいと思っております。素晴らしい、はい、じゃあテレビ見てる方ネットですから、ね、熊本の方関係者、いや僕の中も行ってますから向こうに、あ、行ってるんですよ、もう車で行って、はい、ということでなんか連絡ください、はい、ということでよろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございました。じゃあありがとうございました。じゃあどうぞ、はい、すいません、はい、ありがとうございました。拍手でお願いします。いや素晴らしかったですね。